この動画でカテーテルアブレーションの入院から退院まで全てが分かります。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、高野です。よろしくお願いします。今日はアブレーションの入院から退院までっていう形で、特に看護婦さんたちですね、まあ、あと患者さん、そういった人に聞いてくれて、アブレーションって実際こういうふうに入院して退院していくんだなっていうのが分かるように動画作ってきてるんで、全部見終わった時に皆さんこれで、あ、入院から退院までこの流れなんだなっていうのが分かれば嬉しいかなと思います。いや、これね、すごい僕大事だなと思ってるのが、実際の例えば教科書を読んでもインターネットを見ても、例えば不整脈ってどういうもの、アブレーションはどういうもんだってことはあっても、実際の入院から退院までのものって実はないんだよね。ないんですね。今日それをね、説明してくださると。説明していきます、ね、はい。じゃあ実際に不整脈でアブレーションを受けるんですけども、不整脈のタイプっていうのは3種類あるよ、だからそんなに難しく考えずに来てくださいねっていうのを何回も説明してます。不整脈は3つしかない。3つしかありません。脈が速い、速い頻脈性不整脈、1分間に頻脈性不整脈は何回以上でしたっけ？100、はい、セーフ。徐脈性不整脈は1分間に50しちゃったら脈が遅いから徐脈っていう。なるほどね。気概収縮はリズムで言うとトン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 、こういった不整脈だよっていうのは話してます。この3つ、その3つをさらに細かくするとこんなにいっぱいあるからみんな嫌がっちゃう。ただし僕らがアブレーションで治療するよっていうのはどういうものかっていうと、ほとんど徐脈性以外の不整脈はアブレーションで治療できますよっていう形。この赤がアブレーションで治療できる不整脈だと、はいはい、ただ全部が全部アブレーションで治療してって、やっぱり患者さんに入院しなきゃいけない治療になってくるんで、まあその前に何かしなきゃできることはないかなっていうのを考えるときには、やっぱり薬での治療なんで、これ今年の3月に日本循環器学会がこういう不整脈に対してはこういう薬使ってくださいね、こういう薬で効果がなければアブレーションっていう非薬物治療を送ってくださいねっていうのは、去年ガイドラインって言って、まあ治療の教科書みたいのを作ってます、はい、でこれにのっとって僕らはアブレーションの患者さんをアブレーションした方がいいですよっていう話をして、入院して治療していく。その前には当然薬物治療っていうお薬の治療をして、治療効果も見てる。じゃあ実際に薬物治療とアブレーションの非薬物治療っていうのはどういった患者さんに適用があるかっていうと、薬物治療実は徐脈性の不整脈に対しては薬で治せないんですね。そういった患者さんたちは非薬物治療って言って、どうしても薬物じゃないアブレーションとも違うペースメーカーの治療。ああ、そこね、徐脈のところね、ペースメーカーの治療です、で非薬物治療の頻脈性と気概収縮、こういったところにアブレーションの治療が入ってきますよ、その前には必ず薬物治療っていうのも少し考慮していく、考えていってくださいねっていう形にはなって、まあ、そうすると不整脈に関して脈の速いやつで、脈が速いやつ、気概収縮っていうのは薬を飲むんかアブレーションをするんかと、はい、そういう形になってきます。治療が必要なものに対してきます。ただし薬物治療と違うところは、不整脈に対して薬を飲まないといけないところがあるんですが、アブレーションの手術を行えば根治される、しっかりと根治できますよっていう治療。あとアブレーションっていうのはカテーテルっていう細長い管、全部カテーテルって言うんですけども、そういったものを心臓の中に持っていって、心臓の中の不整脈っていうのは実は電気の回路の異常、はい、それによって不整脈が起こっているので、その電気の異常な回路ないし電気の発火する場所を見つけて、そこに熱を加えて電気を遮断する治療をアブレーション、アブレーションって言います。 なのでそういったことをすることによって不整脈が根治できますよ。ペーンってなんか鳴りましたね。すいません、そういう僕がいいこと言ったらペーンって鳴るかもしれません、そういうことをやります。あとはよく皆さんに言われるように、不整脈の発生のなんかやってますね種類や患者さんの状態によって根治や再発率が違うんで、その辺をよく見定めながらやっていくっていうことが大事になってきます。
なのでアブレーションって何ぞやっていうと、不整脈を根治するため。で、不整脈っていうのは心臓の中の電気の異常な場所があるので、それを熱によって遮断していくよっていう治療になると、うんうんうん、ただし根治率や再発率は違うんで、よく患者さん先生と相談して治療方針を決めていきます。なるほど。さあ、じゃあ実際に、自分が患者さんになったつもりでちょっと入院まで行ってみましょう。ほう。はい。自分が60歳男性、お父さんでもいいです。心房細動って呼ばれる不整脈があります。あったと。はい。で、なかなか薬飲んでも心房細動がなかなかコントロールできなくて、うん、よし、カテーテル治療受けてみようかな、受けてみようかなと、で、うん、まあ不整脈の先生のところに行ってきます。はい。で、不整脈の先生のところに行ったらまず話聞きますよね。問診で胸の音聞いたりとかして診察します、うんうん、当然心房細動って不整脈があったら心臓の中に何か心房細動以外の病気がないかどうか、なるほど、そういったものをチェックしなきゃいけないです。はい。なんで胸のレントゲン取って心臓が大きくなっていわゆる心不全になってないかどうか、心不全になってないかどうか、心房細動の心電図が実際に捕まってるのか、うん、それともずっと心房細動なのかどうなのか、うん、その心電図で取ってみて決めなきゃいけないし、うん、血液検査、採血を取って心房細動の原因が心臓だけじゃなく、例えば内分泌ホルモン、甲状腺とかそういったもので悪さしてないか、あとは心不全になってないかどうか、そういったものを血液検査で見ますし、ね、心臓自体の構造、形ですよね、はい、そういったものが何か悪さしてないかどうか、心エコー図っていうのもチェックして、はい、こういうのを外来で検査を行います。行うと。さらに必要であれば24時間心電図を取って、ホルター心電図を取って心房細動が、うん、発作的いきなり起こっていきなり止まるかどうかと、ずっと続いてるかどうか見たりとか、体を動かした時に実際心房細動になるかどうかを見たりとか、心房細動アブレーションする前にですね、心臓の形が十人十色違うので、うん、この十人十色違うためにどんな心臓の形になっているかどうかをチェックしたり、心房細動の患者さんって心房がずっと痙攣しちゃってるので心臓の中に血の塊ができちゃうんですね。そうだね。そういったものがないかどうかをチェックするためにちょっと胃カメラみたいなものをしてですね、心臓の中に血の塊がないかどうかを見たりする。見ると、はい。例えば心臓の CT とかだとなかなか難しいような心臓の MRI とかある画像を使ってですね、被曝せずに MRI でチェックしたりとか、そういったものをいろんな検査をしていく。なるほどね。これはまだ入院する前の話で、はい、外来でっていうことでね。だから患者さんからしてみると受診をして心房細動なんですけど先生って言った時に初めてレントゲン心電図血液の検査とはできるけれども、後からまあ予約で心臓の CT の検査だったり運動負荷だったりということで、まだ入院する前ね、前です、ね、はい、こういった検査をしてきます、はい、ただこれ全部やるかっていうと全部やるわけではないです。まあ、一通りの検査いくつかピックアップしてやってって、ある程度できるような形であればアブレーションの入院になってくるかなっていう。なるほどね。で、入院前の検査だった。入院前の検査。丸1って書いてあるもんね。はい、丸1、はい、で、入院前の検査やっていくんですけども、当然のごとくちゃんと今までの不整脈の治療っていうのが段階的にちゃんと行われてるかどうか、やっぱり問診で聞かなきゃいけないですね、うんうん、なんでちゃんとこういう問診で聞いて、お薬の治療どういうのが効果があってどういうのが効果なかったとか、血液サラサラにする薬どんな薬を飲んでるのか、ちゃんとその飲んでる期間がどれぐらいあったのか、そういったものはちゃんとガイドラインって呼ばれる治療の指針に書いてあるので、それにのっとってちゃんと適してるかどうかも問診で聞くと。聞くと、うん、はい。なので不整脈への治療に関してはこういう指針を守りながらやっていくっていうのが大事になります。で、実際にアブレーション前に看護師さんとかがちょっと注意しなきゃいけない、薬剤師さんとかもそうです。もう入院が決まったと、アブレーションをやりましょうということになった時に、看護師さんを含めて皆さんが何を注意したらよいのかと、はい、特にですね注意しなきゃいけないのは2つあります、はい、2つあって、まず飲み薬ですね。例えばカテーテルする時に血液サラサラにする薬を心房細動の患者さんって実は血の塊ができちゃいけないので飲んでもらわなきゃいけない、抗凝固、抗凝固剤、剤、そういったものを飲まなきゃいけないんですけども、実際カテーテルするのに患者さんとしては血液サラサラにする薬飲みっぱなしでいいのかどうかとかちょっと不安になりますよね、うん、なのでそういう薬とかを
内服を継続するべきか、それとも中止させるべきか、そういうのはやっぱり先生に聞いてちゃんと確認しなきゃいけません。あとは脈を整える薬、抗不整脈薬っていう薬も飲んでた場合、いつから中止するべきなのか、はたまた内服継続してカテーテルするべきなのか、そういったものも注意しなきゃいけません、はい。なぜならば血液サラサラする薬を早めにやめちゃったりとかしたら血の塊ができてしまってカテーテルできなくなったりする可能性もありますし、はい、抗不整脈薬飲んでるともしかするとアブレーション中に不整脈が起こんなかったりとかする。あ、薬が効いてね、効いちゃって、で実際は発作が起きてほしいけれども、ね、そういうことがあるので、ちゃんと中止するべき薬剤と継続するべき薬剤っていうのを分けて考える。これはあの不整脈専門医の先生たちから、まあ、心臓の医者から指示が入るわけですよね。例えば1日前からこれはやめてくださいとか、そういうような指示が入ると。指示が入る、ね、これは注意してください、はい。あともう一点、やっぱり体調管理です。あ、まあ、準備して入院してきますので熱が出ちゃったりとか、そういうことがあったりとかすると入院も今はできないかもしれないんで、まあ、そういったところちゃんと管理してもらって、体調を整えてアブレーションの入院に臨んでもらう、ね、という形になります、はい。じゃあ実際に患者さんたちがよくある質問、アブレーション入院前に知っておいてほしいのは、入院期間っていうのは、まあ、その病院ごとにもっても様々なんですけど、大体2泊3日だったりとか3泊4日、はい、まあ、長くても1週間とか、それぐらいの入院期間、短いとまあ1泊2日のところもあるんですけど、はい、そういうところで入院期間はあります。大体2泊3日か3泊4日かなと思います。で治療時間は2時間から大体4時間ぐらいかなっていう形にはなりますね。で胸を開けるような手術とは違うんで、カテーテル入れるところっていうのは本当に数ミリ程度の傷口なので、まあ術後すぐ翌日に歩いたりとかするから、そういうこともできるんで、そこまで患者さんたちにストレス、体へのストレスっていうのは少ないので、まあすごくこういった形で2泊3日等々でできますという形になります、はい。で実際にじゃあアブレーション前に知っておいてほしいところのよく抜けるところがあるんですけど、やっぱり入院費、患者さんとしては費用知りたいですよ、ね、知りたい。大体心房細動のアブレーションすると費用は、国民健康保険使わないで全額自費でやると100万超えますなので国民健康保険使えます。で患者さんは大体3割から1割負担という形になるので、それで大体どれぐらいの額になるかという150万から200万ぐらいの3割から1割負担なんで、まあ20万、30万、なるほど、それぐらいの額になります、はいはい。で日本って素晴らしいので、確定申告された方あると分かると思うんですけども、高額医療費自己負担限度額っていうのが決まってて、実際に10万円を超えてくるような高額医療だと申請すれば残りの額は3月末とか4月とかに年度末、年度初めに戻ってくるんで、実際の患者さんの自己負担額っていうのはまあ9万円前後だったり10万円以下に抑えることはできるので、まあ、こういったところになります。これ国民皆保険なんで、まあ、健康保険とはまた別、こういった形で医療費は抑制できますけども、やっぱりこういうのって払う側としては非常に大事なので、いやこれは本当に多い質問だよね、うん、どのぐらい実際かかるんかって、もちろんその何割負担かにもよってももちろん変わるし、収入によっても変わるし、まあ、細かい話をすると、あの部屋代ね、個室だとか大部屋だったりとか、あとこの例えば着る病院で着るものをレンタルするのか買うのかとかで、細かい話はあのね違いはありますけど、大体アブレーションでいくと大体9万円前後だとね、これはもう日本 の保険制度がこうねしてる、素晴らしい ね素晴らしいです。さてでここまで来たら入院しようという形で入院当日です、うん、はい。じゃあ入院当日はさっきもお話したように看護師さんや薬剤師さん、我々は薬のチェックします、うん、何に継続しててちゃんと飲んでたかどうか、うん、ちゃんと中止できてる薬をチェックします、うん、体調管理ですね、熱出てないかどうかちゃんと聞きます。そういったところ、あとはもう患者さんは看護さんたちの言うことのところでしっかりそれに従ってもらえればいい。で患者さんたちの不安が OK かどうかですね、やっぱり不安で入院してきますので、看護師さんそういうところで翌日こんな流れでやりますよっていうタイムスケジュールも確認したりとか、カテーテル入れる刺すところ、センシブっていうんですけども、だいたい右足の付け根だったり左足の付け根だったり、首の周りだったり鎖骨っていう肩の下だったりとか、そういうとこ刺すんで、そういうとこどういうとこでやりますよっていうのを説明してあげたりとか、
まあ、もちろん先生からも知ってありますけども、やっぱり看護婦さん等々がもう一度し直すっていうのは大事です。うーん、あとは麻酔方法、心房細動のアブレーション、いろんな施設でいろんな風なアブレーション方法をしてるんですけども、全身麻酔でアブレーションしてる病院もあれば、局所麻酔で発症しながら麻酔してる病院もあります。なんで実際に先生によっては麻酔方法も変わるんですけども、そういう麻酔方法ですね、先生から話あるかもしれませんけど、患者さん不安で不安で右か左になってる可能性もあるかもしれません。あり、いやいや、そうだよそうだよ。看護師さんからもう一度こういう形でやっていくんで、何かあったら先生に声かけてくださいねとか言ってあげると、スムースに患者さんの不安も取れるし、カテーテルも順調にいくか。なるほどね。まあ、この2点を注意しながら入院した当日は話を聞いてもらえると嬉しいかな。そうだね。さあ、でゆっくり休んでもらって手術する当日です。あ、このアブレーション当日、はい、アブレーション当日は、はい、まあ、患者さんがゆっくりカテーテルのお部屋に入ります。でカテーテル入ったら麻酔をかけます、はい、まあ、それで眠ってしまう全身麻酔かもしれませんし、うん、局所麻酔かもしれません、うんうんうん、で局所麻酔したり、あと注射針刺すところを消毒したりとかしていきます。で注射消毒したらカテーテル入れるためのシースっていうのを入れてって、電気生理検査 EPS っていうのをやって診断つけたり、心房細動であればアブレーションをして、はいはい、治療効果判定をして確認して止血、なるほど、これはざっと流れます、はい、なのでアブレーション総論とかそういうところの動画を見てもらえばこの辺詳しく説明してありますし、他のところの WTW 症候群とか PSVT とかのアブレーションのところも話はしているので、うん、内容を見てもらえれば中身が分かるかなと思います、はい、でカテーテルの看護師さんとかもこの辺の話詳しく聞きたかったらそっちの動画見てもらえれば非常に嬉しいかなと思いますし、うん、少し病棟の看護婦さんとかで興味があればそっちの話を聞いてください。まあ、ざっとこんな感じで5ステップぐらいでパッ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 と治療していきます。これはだいたい2時間から、まあ、4時間ぐらいかかる時があるよってね、かかりますよっていう形になります、うん、さてアブレーション終わりました。終わった、はい、無事に治療が終えました。治療が終わりました、はい、帰ってきます看護婦さんのところに。そしたらまず聞かなきゃいけないのはアブレーション中の経過ですよね。不整脈ちゃんと診断できましたか、さっき無事に終わってますか、結果大丈夫でしたか、何か危ないこと起こってませんか、合併症が起こってないですか、そういったものをチェック必ずしてください。あとはちょっとアブレーションの注意点としては、ちょっとカテーテル入れる場所っていうのが普通の例えば冠動脈の造影等とはちょっと違って複数箇所刺したりとかしますし、ちょっと太めの管があったりとかするんで、そうだね、そういうところをどこ刺しててどれぐらい圧迫止血時間あるんですかっていうのもちょっと注意してもらいたい、やってもらえればいいかなというふうに思います。だからその患者さんがアブレーション終わって迎えに行く看護師さんにとってみたらこの2つの点が大事だよと。大事です。なるほどね。なのでそういったところを注意してもらいながらやっぱり見てもらうというのが大事かなと思いますね。こういうところをカテーテルの看護師さんから病棟の看護師さんに、まあ、バトンしてもらえれば非常に分かりやすい、まあ、申し送り事項だろうね。そうですね。そういったところが大事、はい、でやっぱり合併症っていうのがどうしても手術になってるので危ないことっていうのが起こり得るんですよね、カテーテルアブレーション。具体的にどんなのがあるかっていうと、アブレーションの合併症、はい、まず薬治療になるので、まあ、冷やす治療でもそうなんですけども薬治療になったりとかするんで、焼きすぎると焦げ目ができちゃいます、うん、その焦げ目が頭に飛んでったりとかすると脳梗塞とかになる、はい、いわゆる血栓塞栓症と呼ばれるものになったりとかするんですね、うん、こういう可能性があったり、カテーテル自体で心臓を傷つけちゃう、はい、そうすると心臓の前に血の塊が溜まってきちゃって心臓が動かなくなる可能性があるので、こういうの専門用語で心タンポナーデっていうんですね、はい、最悪胸を開けて手術しなきゃいけないとかそういうことも起こり得るので、そういうことが起こらないかどうかもチェックしたい。なんで術後に、病室帰ってきたから血圧低いですよとかそういった時は一番最初にやっぱり心タンポナーデないかどうかすぐ先生に見てもらわないといけない、そういうのも大事になってきますし、カテーテル中に除脈性不整脈が併発しちゃう、なんで防湿ブロックとかそういった何か危ないこと起こってないかどうかっていう可能性も出てくるので、そういうのも処理しなきゃいけない。あとは心臓の周りのある臓器、そういったものも一緒に障害される可能性があるんですね。心臓の近くを通ってますので、例えば心臓の下には横隔膜っていって呼吸するところがあります、そこを司る神経を障害しちゃったりとかすると、深呼吸するときにちょっと呼吸が息苦しかったまあ、そういうことが起こるので横隔神経障害っていうのが、そういうのを起こしてないかどうかもチェックしていきたい。なので、まあ、翌日レントゲン取ってこういうことがないかどうかを見たりとかしなきゃいけないですし、心臓の裏には食道っていう食べ物を飲み込む、はい、
ところがあるんですね。そういったところを傷つけてないかとか、どうしても心臓の裏側とかを治療すると、うん、そういった心臓の近くにある臓器を障害する可能性もあるので、そういったところがないかとか、そうだね、あとはカテーテル刺したとか、そういったところは血が出てませんかとか、血管を傷つけてなかったですか、うん、まあ、大きくはこういったところ、こういったことが起こり得るんじゃないかとか、起こってないかどうかを看護婦さんたちや僕らはチェックしなきゃいけない。この横隔神経障害で次の日のレントゲンというのは、この横隔膜の高さを見るね、横隔神経膜にね。そういうのも見なきゃ。で、食道障害っていうのは心臓のもう本当に真後ろって、心臓の真後ろって食道なんだよ ね、 そうです ね、 なので、食道障害っていうのは実は意外に起こることがあるよっていうですね。頻度はもちろんね、あの低いですけどね。で、実際にその頻度はどんなものかっていう形で、おすごいね、頻度、はい、実際に心房サイドのアブレーションにおける頻度っていうところで、合併症の頻度、そうですね、この食道サボと心房のところ障害されちゃってくっついちゃう、うん、これもう結構重篤っていうか危ないのが、だいたい 0.02 か 0.1% だから、まあ1万人に2人から1000人に1人ぐらい、まあ頻度としてみたらね、ね、こういうことは注意点として、こういうところをちょっと注意してくださいと全部細やかに書いてあります、はい、心臓を傷つけちゃうタンポナーでっていうのが 0.2 から 5%、 ちょっと間多いですけどね、まあ、手術時間短くしましょうとか、はい、そういうのもあったりとかですね、まあ、怖いのは死亡とかになりますし、さっき言った横隔膜っていうのはここにはちょっと書いてないですけど、上がった横隔膜神経障害がここにありますけどね、長く長引いちゃうのがありますよっていうっていうような、あ、はいよ、うん、脳梗塞とかも、うん、一過性脳卒中、うん、なんかこういう話だけ聞くと怖いけど、こういうやつの、このこういう合併症のデータってちょっとまだ機械がこう古い時のデータがあってくるんで、最近みたいにどん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 こうアブレーションの機械がどん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 こうアップデートしてって良くなってくると、こういう合併症っていうのはどん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 さらに減ってくるっていうね、ただこういうことが起こるよっていうのが看護師さんとか、まあ、先生とかも分かってないとすぐ気づかない、そうだね、そうだね、なんでやっぱりこういうことが起こり得るっていうのを少し頭に入れておくのが少し大事で、患者さんはこればっか聞いちゃうとみんな怖がって、これだけ聞いたら怖いよ、もう到底受けられませんっていうふうに思うかもしれませんけども、成功率見てください。カテーテル治療すると、まあ 95% とかこの辺とか 100% とか書かれてますよね。ほう、成功率でね、成功率すごいね、これだけ根治できますよっていうのが言えるんでね、素晴らしい、うん、まあ、WTW 症候群であれば 95% ぐらいできますし、房室建設リエントリー性頻迫だったら 98% 根治できますよ、成功します、はい、まあ、急性期なんでね、あれですけども、治療でしっかりできますよって形になってますし、例えば心房細動だったら、まあ、まだここまだ分かんないところですね、書いてありますけども、こういう形でしっかり心房細動だったら 98% とか、そういった形でもう9割超えるような、素晴らしいね、治療後の、成功率が急性期にありますよっていうふうに考えるんで、まあ、合併症症等々の確率もあるんですけども、しっかりと、成功できますよっていう数値があるので、なかなか薬で難しい患者さんに対してはアブレーションっていうのは有効な治療手段になってきているという形ですね、うん、なんでこういう合併症をちゃんと学ぶことによって、合併症早く万が一起こっちゃった時は早期発見できますし、なるほど、そのパーセンテージとしては少なからずありますけども、それをちゃんとみんなクリアできればこれだけの成功率があるという形になるんですね。で、無事にこういった合併症とかもなく、何もなければ、まあ、翌日に歩いて、はい、退院に迎える、なるほど、という形になります。で、無事に退院迎えれば、当然看護師さんたちはおめでとうって言ってあげてください。そうだね、まあ、無事にこれで根治できてますから、うん、よかったよかったという形になってきます、うんうん、で、これで無事退院、素晴らしいなってきます、はい、さあ、今回の動画のまとめです、うん、アブレーション、入院と退院までの流れなんですけども、うん、やっぱり入院するまでないし、入院してからアブレーションするまでは4年なき準備をちゃんとしていきましょう。そうだね、実際お薬大丈夫ですか、体調大丈夫ですか、うん、隠れた心臓の病気ないですか、うん、心臓以外の病気ないですか、はい、ちゃんと準備していきます。そういったもので準備していって、準備がいいところでカテーテル治療していきます。で、カテーテル治療して術後帰ってきたら、やっぱり合併症がないかどうかを注意深く観察する、そういった形でしっかりと観察していきながら、特に問題がなく終わることが大事で、最後は2人みんなでだね、これね、笑顔で
退院できれば一番嬉しいかなっていうふうには思います。そうだね、はい、本当そうだよね。なんか今の話聞いてて思ったのが、やっぱり患者さんって僕たちは毎日同じ流れだから大丈夫だなって思ってるかもしれないんですけど、患者さんにとってみたら初めてで、この不安をどうこう私たちがマネジメントできるかっていうのがね、改めて大事だなと思いました。まあ、患者さんはね、もちろん人生で1回っていう人もいればし、結局何かっていうと初めてのものって怖いじゃないですか。僕ね、このお化け屋敷理論って言ってるんですけど、お化け屋敷ってなぜ怖いんかっていうと、初めて行くからどこで誰が出てくるかがわからないわけだよね。だけどこれが 2,3 回こう繰り返していくと、今度あそこから出てくるよっていうのが分かっちゃうと怖さがなくなっちゃうんだよね。だからこれ僕ね、お化け屋敷理論って勝手に僕が呼んでるんですけど、このアブレーションに向けて患者さんは初めてだから不安だと。でも私たち医療スタッフというのは初めてなわけではないので、もうこの合併症が何が起こるんか、ここで何が来る可能性があるんかってことを理解しておけば、お化け屋敷と一緒で何回も繰り返しているお化け屋敷はもう怖くないということなので、やっぱりこうアブレーションに向けて入院から退院まで今日やった動画の流れっていうのが合併症を含めて理解するっていうことが、不安を取り除く一番いい方法なんだなというふうに思いました。だから、これを見てくれてる動画の皆、多分おそらく多くの方はカテーテルを従事している看護師さんだとかスタッフだと思いますので、患者さんの不安を、まあ、もうちょっとでも取ってあげるといったことが大事なんだなというのをですね、改めて感じました。なので今日はですね、この3つ目、最後は笑顔で、今日僕たち朝 何時かなもうど何時間喋ってるのか、もう5時間6時間もう相当喋って6時間喋ってますけども、最後は笑顔で終わりたいと思います。今日これでようやく終わりたいと思いますね。皆さんどうもありがとうございました。風が気持ちいいから今日は散歩に出よう。鳥が呼んでいるから靴の羽を広げて